日本福音ルーテル一ヶ谷教会宗教法人日本福音ルーテル教会は日本におけるキリスト教の宗教法人。1888年にアメリカ合衆国の南部一地、ルーテル教会は外国伝道局を創設して日本伝道を計画していた。1892年2月に JAB シェーラーを日本に派遣した。シェラーは横浜に上陸し、 東京月市12番地に住み、山内良平に日本語を習った。1892年11月には RBPE リーが派遣されてきて、シェラーと共に山内良平や良平の妻、三木江から日本語を学んだ。南部一協会伝動局の移行により、地方伝動のために九州地方を選んだ。佐賀中学校の英語教師としてシェラーは赴任して、 松原町に家を借りて、仮街道として、佐賀十字教会と名付けた。明治26年の復活祭にあたる4月2日に、RBP リート JB シェーラーと山内良平により、佐賀県佐賀市松原の住宅を改装した仮街道である佐賀十字教会で最初の礼拝を行った。この日が日本福音ルーテル教会の始まりであるとされている。 1893年より1902年までが日本福音ルーテル協会の日本伝動開拓の時代とされている。1963年5月3日に、それまでの日本福音ルーテル協会と東海福音ルーテル協会の合同総会が、東京市街屋にある旧西軍エヴァンゼリーンホールにおいて開催されて誕生する。合同宣言あり。 ルーテル学院大学デンマーク牧場や大阪、鎌ヶ崎にあるディアコニアセンター希望の家、本郷協会の本郷学生センターにおいて実施されている英会話教室ほか、ありがとうございます。